吉田さん、こんにちは。まあ、質と量が、まあ、結果をもたらすという公式はよく語られてるんですけども、まあ、これ以外の公式ももしかしたらあるかもしれないですよね。質を用いずに結果を出す、量を用いずに結果を出すみたいなものがもしかしたらあるかもしれません。ただ私の場合はまだ見つかってないんで、質かける量が結果成果に結びつくんじゃないかなと思うんですよ。で、まあこれね、数限りなくいただいた質問の中で、よくね、成功者は本を読んだらいいよっていうふうに言うんで、本を読んでるんです、うん、でもなかなか賢くもならないし成功にも近づいていません。一体どんな本を読んだらいいんでしょうかっていうね、まあ、こういったご質問をいただくこともあるんですけども、これ結構多いんですよ。それはね、どこに向かいたいかってことが決まらなければ、どの本を読めばいいのか、どのぐらい読めばいいのかが決まらないと私は思ってるんで、まずは遠くの目標に旗を立てることかなと思うんですよ。例えばね、自動車教習所の免許を取りたいなと思った時に、本を全く読まずに行くのか、それとも本を読んでいくのかって考えると、自動車教習所の試験に通って免許をゲットしようと思ったら、自動車教習所の教則本っていう本を読むことになりますよね。つまりは本を読んだらその道に詳しくなり、試験に合格して一定の資格が与えられて、合格ね、あなた運転してもいいよっていうふうになるわけですよ。その上で、まあそうですね、マップルっていう本が昔ありましたけどもね、ドライブを楽しく過ごす方法とか、車のトラブルが起きた時にはどんなことをすればいいかっていうのも、これは本による知識っていうのが多かったりするんですよ。で、最近は検索でももちろん出てくるんですけども、どっちでもいいんじゃないですかね。本による文字情報なのか、検索による文字情報なのか、どちらにしても自分の設定した目標にどんどん近づいていくような文字や情報を見た方がいいってことには変わらないと思うんですよ。で、そう考えてるとね、今ね、寸暇を惜しんで、それこそ眠りに落ちる直前までスマホで情報を見てるのに、なかなか賢くなんないなと、もしお悩みの方は、目標を定めてないのか、目標に向かわない情報を取得してるんではないかなと思うんですよ。これが要するに質の悪い状態っていうことじゃないかなと思うんですよ。先ほどの例ではないですけども、運転免許を取ろうと思った時に、運転免許に合格する確率を高める情報、本でもブログでも何でもいいんですけども、その質に対してたくさんの量を取り込んだら、これは合格する可能性非常に高まると思うんですよね。でも運転免許を合格しようと思ってるのに、友達との LINE、 噂話の Twitter、 これずっとやってても免許には合格しないと思うんですよね。つまり質が悪い情報にまみれてるってことになると思うんですよ。以上考えると、本を読んでも読んでも賢くならないってことは、どの分野に向かっているのかってことが決まってなくって、しかも決まっていたとしても、その分野に向かうべき情報、いわゆる本に触れてないってことになるんで、悪い質にまみれてるのかなってことですよね。アフィリエイトという新しい分野に入った時に、パソコンのスキル向上の本っていうのは無数にあるんですけども、アフィリエイトに関する本に集中して、読んでいく、勉強してみる、そして検索した言葉っていうのは、アフィリエイトのアクセスを上げる方法とか、アフィリエイトバナーの取得の仕方とか、つまりアフィリエイトの効果が出るような方法の情報ばっかりにまみれていくってことになります。そうするとアフィリエイトでしっかりと儲かるようになるし、本とは限らないけども、情報の中には ASP っていうものの存在を教えてくれるところがあったし、アフィリエイトサービスプロバイダーっていうのにはどんな会社があるのか、その連絡先はどうなのか、提携するにはどうすればいいのか、これ全部文字情報なんで、本ですとか検索結果による情報によるものなんですよね。まあ、ここまで言わなくても吉田さんにはね、十分ご理解いただけるでしょうけども、じゃあ儲かるためにとかね、人生で困ったことを解決するためにとか、何でもいいですよ。人間関係、対人関係、トラブルをどうやって回避するか、ね、子育ての問題にどういうふうに向かっていくか、これってその時期が来なくても、その時期が来るまでに無数に予習することによって、トラブルが起きた時にすぐに解決する、そんな頭脳が出来上がると思うんですよね。これがだから頭がいい状態かなと思うんですよ。その時になってみなきゃ分かんないっていう状態は、なるべく避けることが肝要かなと思って、やってみなくちゃ分かんないとか、その時にならなくちゃ分からないっていうのは、これ行き当たりばったりってことなのかなと思うんですよ。でも客観的に同じように見えるのに、臨機応変ってものがありますよね。臨機応変と行き当たりばったりの違いっていうのは、臨機応変っていうのはすでに
どんなことが起きたら何をするか、しかもその何をするかが通用しなかった場合、第2案 B 案としてどんなことを代わりにするかっていうのを、第3案第4案、つまりは A のアクションがダメだった場合 BCDEFG と幾重にもサブコントロールシステムのね、リスクヘッジをしているっていう状態、これがだから頭がいい状態なのかなとも思うんですよね。人間生きていけばトラブルには必ず出会います。でもトラブルに出会ってもそのトラブルの解決方法を知っていれば何も怖くないんですよね。でもトラブルに出会うことが分かっているのに、もしくはトラブルに出会うことを思いもしなかったような、なんていうの、人生舐めてる人ってのはすごく困ることになるんじゃないかなと。で、困った挙句お手上げということで、どんどん質が悪い人間の出来上がっていくということになるかもしれません。まあここまで言っといて身も蓋もない話なんですけども、でも人間ってのはね、その生きる上で質とか格とかっていうのは人工的に作られた価値観なんで、別に何もなくてもいいんですよね。何もなくてもその人が平和で楽観的に幸せに暮らしていけるなら全く問題ないと。でも他の人が持ってるものを自分が持ってないことによって劣等感を感じたりとか、自分には生きる目的や何のやりがいもないっていうことがマイナスなんだな、罪なんだなと思うと、途端に生きることを嫌になるんですよ。私が考えてるのはね、今の時点でやることが決まらなくても別にそのままそのうち出てくるんじゃないかなと思うし、仮に全く出てこなくてもそれでもいいんじゃないかなと、うん、なんかそんなに気合いしょって生きることないかなと思うんですよ。ただし目的が決まった場合とか、誰のために生きようかとかね、そういうふうな、うん、義務や責任が自分に生まれた時っていうのは、それが自分の目指すべき目標であり目的なんで、それに類する情報に触れ続けることによって困ったことっていうのは、まあ、なくなるんじゃないかなと思うわけですよね。まあ、質と量っていうテーマで今回お話しいただいたんで、まあ、質に関して量に関して、うん、まあ、漠然とした思いではあるんですけども、よくある質問の回答として以上のようなことをよくお話しすることがあるかなと思いまして、動画にしてみました。うん、まあ、いってらっしゃいですね。いってらっしゃい。